はい、どうもこんにちは、ビッグツリーです。よろしくお願いします、今日はですね、ラップに学ぶ TH Front-end というトピックで話をしていきたいなと思います。はい、そもそもこの TH Front-end とは何かというと、まあこれちょっと前の回で黒人英語の特徴という回をやりましたけども、その回でも説明してますけど、まあ発音ですね、発音、英語の TH の音とか the っていう音があるんですけども、それがまあ、ある条件で変化するという現象のことを TH Front-end と言って、これはまあ音声学というね、発音、英語の発音を専門的に研究する分野があるんですけども、そのまあ専門用語になります。はい。いろんな人種の発音になれるという、意味ではすごいね、興味深くて面白いトピックだと思うので、今日はそれをまあガンガン掘り下げていこうという話なんですけど、で、今日はですね、Slick Rick というラッパー、まあこれもすごい大御所のオールドスクールのラッパーなんですけど、の90年代、中盤ぐらいですかね、にリリースした Children's Story という曲がありまして、その中のまあパンチライン一節なんですけど、まあちょっと最初にごちゃごちゃ言う前に一旦ちょっと聞いてみてください。はい、どうぞ。はい、ということで一旦ちょっと文字に起こしてみますと、 He robbed another and another and a sister and a brother, tried to rob a man who was a DT undercover という、ラインなんですけれども、まずね、意味を説明しますと、 He robbed、 rob っていうのは、まあ、奪うってことですね、銀行強盗とか、まあ、ものを奪うってことですけど、 another and another、 ね、次々として、 and a sister and her brother ね、まあ、女性とその brother からも奪うと。で、try to rob a man who was a DT undercover。で、今度は、ある男性から奪おうとしたけど、その男性っていうのは、who was a DT undercover。undercover っていうのは、まあ、潜入捜査とかしてる、まあ、police officer ですよね。まあ、try to rob a man who was a DT undercover ってことで、まあ、ある男性が実は undercover で、まあ、その人からこう奪おうとしちゃったみたいなことなんですけど、この曲自体の設定なんですけど、これっていうのは、Slick Rick が、アンコール・リッキーという、まあ、リッキーおじさんという設定で、ね、これまあ曲のイントロ部分なんですけど、アンコール・リッキー、ね、リッキーおじさん、Could you read us a bedtime story, please? っていう、まあ、子供たちがこの寝る前に、なんかお話ししてよ、アンコール・リッキーおじさん、みたいな。で、スリックリックが、あ、いいよいいよって、じゃあベッドに入ってね、そしたらお話ししてあげるよみたいな言って、で、You're tucked in、ね、もうお布団かぶった、で、子供たちが、イェーイ、うん、かぶったよみたいな言ったら、Here we go、ね、じゃあ読むよみたいな、じゃあお話しするよみたいな感じのイントロで始まるんですよ。まず始まりがそんな感じで、で、そして、Once upon a time not long ago というフレーズから始まるんですけど、この Once upon a time っていうのは、まあ、よく昔話とかである、ね、まあ、昔々みたいな感じですね。Once upon a time not long ago。not long ago っていうのは、まあ、そう遠くはない昔っていう感じですよね。で、この曲全体っていうのが、そこから、まあ、あるニューヨークの、まあ、少年が、まあ、強盗とか、ドラッグディーリングとかで、こう、ニューヨークのこのゲトを、サバイブ、ゲトで生き延びていくという話が、この曲全体の内容なんですけど、で、その中に、さっきのパンチライン、He robbed another and another and a sister and a brother, tried to rob a man who was DT undercover っていう、まあ、ラインがあるんですけど、はい。で、ここでさっきの TH Front-end という、まあ、トピックに戻りますけども、TH Front-end っていうのは、この、the という、いわゆる th の発音が、黒人英語だと、th と v という発音になる。という現象ですね、ズバリ。はい、まあ、これ、すべての黒人に言えることではないです。もちろん、普通に、th って発音する黒人もたくさんいますけども、この、いわゆる、まあ、黒人英語の、なんか、バリバリの黒人英語、黒人弁、うん。黒弁、はい、だと、この th が th っていうこの f と v の発音になるっていうのがこの th front-end。これがまあふんだんに散りばめられているのがこのパンチラインなんですよ。なので、ここ、まあ普通に一般的に読んだら he robbed another and another and a sister and a brother っていう the っていう音になるんですけど、これを he robbed another and another and a sister and a brother
っていうこの全部 v v の発音になるなってるっていう。こういう現象で try to rob a man who has a DT undercover v ってこの cover っていう言葉はもともと v v っていう音ですよね。とこの another と brother っていうのが、全部同じ音になっちゃってる。これは th front end によって起こってる現象ですよね。もともとこの cover っていう v の音と another brother っていうのが同じ音になってるっていう面白い現象ですね。でこの th front end のもっと細かいところを見ていくと、まあこの th の音っていうのは th と v がありますよね。で、これはそれぞれ th の音っていうのは、th front end になると th っていう f の音になるんですよ。で、the っていうこのちょっと濁った、まあ、有声音っていうんですけど、の方は the になるっていう。なのでまあこれもその前回の黒人英語の発音特徴の回でやりましたけども、teeth っていうこの歯ですよね。teeth っていうこの th っていう無声音の方っていうのは th front end になると teeth っていう f の音になるっていう。ね、この th が th で、the the が the the っていう風に、まあ、変わるっていうのが th front end です。で、これ本当に発音に関するすごい、まあ、細かくて、マニアックな話なんですけど、でも、この、まあ、ヒップホップを代表する、このブラックミュージックとか、映画とかね、見てると、結構このね、まあ、本来この th の音の部分が、とか、the the っていう、この th front end の音に、変わってるっていうのが、こう耳いい人だと本当に慣れてくるとなんかスッと気づくんですよ。で、まあこれ、この th フランエンっていうね、現象がわからないと、ん?って、なんでこうなるんだろうって、思うと思うんですけど、なのでそれはまあ要するにこの th フランエンという現象が起きてるんですよっていう話ですね。うん。別に、これを知ったからといって、自分でなんか brother っていう時に brother っていう質もないですし、ね、Hey, what's up, brother? みたいな。まあ、その、あえて別に brother っていう必要もないですし、まあ、こういう現象が起きてるんだよ、という話ですね。まあ、単純にその、イギリス英語、アメリカ英語っていうのだけじゃなくて、黒人英語とかね、まあ、日本人英語とか、シンガポール英語とか、いろいろこう特徴があるわけですよ。人種とか、ね、地域とかによって。まあ、その中で今日はこの黒人英語という英語によく見られる、この th front end という現象について、まあ、そこにちょっとフォーカスして解説していきましたけども、これでまあ聞き取りに関してもまあレベルがちょっと上がるんじゃないかなと思いますので。ということでまあ今日はこのスリックブレイクの代表曲 Children's Story という曲でまあこの TH フラインっていうのがまあふんだんに使われているので、まあこのパンチライン以外にもねこの曲全体を通してスリックブレイクは基本的にこの TH の音を F とか V っていうふうに TH フラインで発音しているので、この曲全部聴いてみるとまあ面白いかなと。まあリリック的にもね、さっき言った通りこの子供に対するベッドタイムストーリーというね設定で、このすごい超リアルなゲトを生き延びていく黒人のこのリアルなね、あの話を聞かせるというなんとも面白い曲なので、これぜひ全部聴いてみてほしいと思いますけど、はい。ということで今日は TH フラインラップに学ぶ TH フラインという内容で話をしました。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。